このメンツで勉強会だ。なんか悪いな。よろしくでいいのかな。よろしく頼む。この間のリレーすごかっただろう。私お手洗い行ってて、綾小路くんの活躍を見てなかったんだよね。いると聞いている。暗記は多少得意だけどな。三宅、長谷部、お前たちの苦手な部分は把握した。